バーに行こうねってなんかいつか約束した気がするんですよ。だから教えてもらいたい。 ね、1、2年で単位を取りだよね、だよね。そう、教育学部だったから本当にコマ数がねパンパン、もうね全部のコマ入ってた日もあったぐらい忙しくて、で学校終わるのが遅くて7時とかの時もあったんですよ。それからバイトして、金曜は大学生になってもピアノ続けてたから、ピアノの習い事があったし、アルバイトもあったし、でもないし、送らず SK に入っちゃったので、ねえ、なんかなかったそういう時間が。ね、何が美味しいのかわからないですね。 でも普通に、でもな、カルピスとか普通のでいいんだよな。何、どうなんだろうね、わかんない。でもきっとさ、もうちょっと大人になったら、まだ今はそうだけどさ、もっともっと大人になってさ、その会社の人がだとかさ、そういうお仕事で関わる人にさ誘われたりした時にさ、絶対飲めた方がいいんだろうなと思うけどさ、子供すぎてさ、どうなんだろう。 分かんない、子供だなって思う。そう、今日も電話ですごいそういうのを聞いて思いましたね。オンライン飲み会してとか、ああ大人だなって。 ね、大人だなって思った。ストレスを感じたらアルコール欲する。そうなの？私全然ストレス感じたらアイドルのミュージックビデオを見る。 かっこいいよね。なんかワインとか飲んでみたい。味がわかんない、飲んだことなくて。 どんな味がするんだろうか。 すごいね。コーヒーも飲めるようになりたいんですよね。飲めないんだよな、コーヒー。そう、なんか時々それこそ中坂とかコーヒー牛乳とか、ちょっと苦めのコーヒー牛乳とか普通に練習してる自主練の間に飲んでたりするんですよ。苦そうだねって言って一口飲ませてもらったりすると、にっかって言って本当に飲めないんですよね。 なんで飲めるのこんなのって言 うぐらい本当に飲めない。コーヒー牛乳みたいな飲んでる時もあるけど、なんか結構苦いなって思う。コーヒー牛乳もその年下の子たちが飲んでて、なんかすごいなって思う。そう、コーヒーもダメなんですよ。そう、いつかな、いつだったっけな、中坂と米田コーヒーに行ったことがあって、中坂は何かな、カフェラテとかそういう、なんかもう忘れちゃったんですけど、そういうのを頼んでて、私はって聞かれた時に普通にメロンソーダ 頼むぐらい本当にねダメなんだな。ね、大人だなって思う。朝起きてさ、コーヒーとか飲めるような大人になりたいけどさ、全然全然ダメ。 コーヒー牛乳もね、めっちゃ甘いのなら飲めるんだけどね、苦いのはね、対比が、考え方的になんかコーヒーの中に牛乳をちょっと入れて薄めるコーヒー牛乳は本当にダメで、牛乳の中にコーヒーをちょっと入れるぐらいのカフェオレなら飲めるかな。そう、長靴のグラスのやつ、そう、長靴のサンタさんの長靴のブーツみたいなのにメロンソーダが入ってて、その上にバニラのアイスクリームが乗ってある。その米田コーヒーのジュースがあるんですけど、私はそれを飲んでて、中坂はなんか大人っぽく、なんかおしゃれなのを飲んでました。バナナジュースじゃない、一緒に行った時はね違うんだよ、バナナジュース飲んでないよ。何だったっけな、
なんかね、写真撮ってたんだよね。多分思い出せばいけると思う。てかどっかになんか書いた気がするな、ブログかなんかに。これなんか頼むの逆じゃないって話した覚えがあるから。本当はなんかバナナジュースみたいなの見たかったのかな。なんか大人っぽいのなんか飲んでたんだよね。そう、なんか忘れちゃったけど。ね、コメダコーヒーのメロンソーダは上にアイスクリームがのっててめっちゃ美味しかった。ね。クリームソーダ美味しいよね。めっちゃ大好きなんだよね。ファンタのメロンソーダ味めっちゃ美味しい。ぶどうよりもメロンソーダ味が好き。コメダのソフトクリームなんかペチャって下についてあるやつだよね。あれ食べたことない。でもすごいなって思う。なんで反対にしてあるんだろうって思う。さとちゃん、だるまありがとうございます。ね、思います。すごく思います。